内閣改造で新設されたデジタル行財政改革担当を兼務することになった河野デジタル大臣が、乱立するデジタル関連の組織を年内に整理する考えを明らかにしました。新しいものを作ったらやっぱり古いものはこう捨てるっていうことをやらないと、どんどんものが溜まっていって、これなんだっけっていうようなことになりますんで。河野大臣は岸田総理が新たな目玉政策としてデジタル行財政改革会議を新設することに伴い、すでに政府内に複数あるデジタル関係の組織を廃止も含めて年内に整理する考えを示しました。またデジタル行財政改革担当大臣として、コロナ禍で膨らんだ国や地方の歳出の効率化を目指すとした上で、具体的に何をするかはこれから決めるとしました。